こんばんは。はい、ありがとうちゃんでございます。カズキ何番？俺9番か。背番号9番、千沼ゆうじです。こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いしはまい、す。こんばんは。松岡リムです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。松岡選手。こんばんは。背番号41番、藤田和樹です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。藤田選手。ありがとう。その際、記念ユニを着てみて、いかがでした？普段青のユニフォームは、うん。着ないんで、うん。すごい、まあ、新鮮な気持ちでした。お互いの第一印象ってのはちょっと伺いたいんですけども、まず、セルマ選手、藤田選手とはい。松岡選手の第一印象ってどうでしたか？いや、二人ともちょっとおうん。となしめな感じかうん。なっていう第一印象はそんな感じでした。おお。で、実際会ってみて、話してみていかがでした？全然おとなしめじゃないです。はい。はい。おとなしめじゃないということでしたが、逆に藤田選手は、瀬沼選手、第一印象どんな感じでした？いや、本当失礼な話なんですけど、第一印象、本当会った時に、僕、セヌさんのこと知ってたんですけど、坊主で、大卒ルーキーの人と間違えちゃって、セヌマですって言われた瞬間に、おーってなったのをすごい今でも覚えてます。なるほど。急に髪型をね、変えちゃったからびっくりしちゃいましたよね、あれはね。うん、確かに。いや、松岡選手どうですか？セルマ選手とは。第一印象ですか？はい。第一印象は、僕も、うん。もちろんセヌ君のことは、はい。知ってたんですけど、はい。まあ、ポーズになってたのが、やっぱり、一番、うん。うん。印象が強いですね。最初、坊主になってるセルマ選手見たとき、ちゃんと、セルマ選手だっていう確認は取れたんですか？あ、僕はもう、セヌ君のことは、はい、知ってたので、話してみたいなと思ってたんですけど、なかなか自分からは話しかけられなかったです。じゃあ続いて行ってみたい国はどこありますか？瀬沼選手。フランスに行ってみたいです。お、なぜ？結構、サッカーであっちこっち行けたんですけど、フランスはまだ行けてなくて、で、なんか回ってみたいところがあるので行ってみたいなって思います。なるほど。ちゃんと。僕は、オーストラリア行きたいです。お、なぜですか？グレートバリアリーフ行きたいです。いいですね。観光行きましょう。はい。松岡選手、いかがでしょ僕は、スペインに行きたいです。う？お、スペイン、なぜ？カンプノーに行ってみたいです。俺そうもでやっすぱよスね、ペインカンで。プ。スペインね、人気、急にスペインが人気になってきました。いいですね。はい。頑張って守ります。さすが！行ってください！さあ、ということで、サッカー大会、スタートキックオフ！さあ、ボールが上から降りてきた！さあ、本日はどうなるのか？さあ、それでは試合の中でいろいろ実況をしながらもバージョンアップの説明をしていきたいと思います。まず、皆さんも今やってると思うんですけども、ボールの蹴るアクションが加わりました。ね、今まではこう体でボンボンと押す感じだったんですけども、今回はボールを触ると蹴るという、そのアクションが加わりました。そして、フィールドが広くなっているです。そして、ゴールした際の演出が追加されてます。皆さん、ゴールすると、ゴールした人の名前が出てきますんで、ぜひゴールでやってくださいね。はい。いきます。はい。せーの。Keep me moving forward。はい、ありがとうございました。ということで、以上、瀬沼選手、松岡選手、藤田選手でした。はい。